どうも皆さん、大魔神さんごオフィシャル YouTube チャンネルです。はい、というわけで、私席から始まりました、現在ですね、山本さんは車内にいません、今日は何かと言いますと、私のこの服装見てもらえば分かると思うんですけど、そうです、珍しく襟がついておりますということはちゃんとした YouTube の日です。さあ皆さん、私が好きな生き物ご存知でしょうか。一つは鳥、そしてもう一つは竜。そうなんです、私ウーロン茶が大好きということで、なんと今回ですね、ちょうどいいタイミングで赤信号になりました。こちらサントリーのウーロン茶、こちらのお仕事いただきました。ありがとうございます。青になったんで一回出ますね。さあ今回ですね、なんとこのサントリーさんがですね、お仕事をいただいたということで、山本さんにですね、最高の状態でやっぱりウーロン茶を飲んでほしいと思ってるんですよ。で、私考えました、寝ないで考えました。正直徹夜も続いて、今体もむくんでる状態です。もうこれパンパンですね今ね。さあ今回ですね、ちょっと山本さんにチャーハン行かないと、やっぱりねウーロン茶といえば僕の中でチャーハンが合うということで、チャーハン行かないと誘い出して、お店に連れて行きます。でそこで私自ら厨房に入り出してチャーハンを作ろうじゃないかという夢のような、もうウィンウィンな企画となっております。で山本さんは普通に食べに行くだけだと思ってると思うんですけど、私今日は本当にあの厨房に入って弟子入りする気持ちで、やってまいりました。場合によってはコンビ解散、そして修行を経ての、店舗独立、ここまで見据えたお仕事でございます。なので早速待ち合わせ場所に山本さんを迎えに行きたいと思います。いるかな。いますね。あそこ住んでんじゃないかな。いつもあそこいない、あの人。見てみましょう。日本山本ですね。もともとはですね、新潟からの外来種なんですけど、気づきましたね。あれが人が、あれかなの時の表情ですね。来ました来ました。賢いですね。近づいてくるんですね。おい、乗ってよ。乗れって。なんだよ。なんでこっちのセリフだよ。あ、お前あそこ住んでんのか。住んでねえわ。いつもあそこいるじゃねえか。あそこ住民票通らねえだろ。なんで好きだな、あそこ。好きじゃないだろ。お前があの辺にいろっつったから、あそこベンチあるからあそこ座ってるだけなんだ俺はよ。まあそんなのいいから乗れよ。そんなのはいいからのわけねえだろ、おい。本当にもう。よし、行こうぜ。行こうぜじゃないんだよ、もう。なんだよ、もう。すみません。暑くなってきたんだからよ。お待たせして。いや、ほんとよ。暖房入れる？だから、暖房のわけねえだろ、こんなにあっち。炎天下の、真っ昼間に。冷房？そうだよ、冷房だよ。ってか、お前がだろ、絶対。俺はもう、お前が損するだろ、暖房入れたら。車の暖房機能いらねえから、一番安くしてほしいよ。そうだな。うん。だから、一番いいのは、お互いがこうちょうど来るって。トークの主導権握るな。いいだろ、別に。いや、今日は楽しい系よ。あ、そうです。あなただけね、いつもね。いやだからまあ、アッパー系っていうの今日の企画。あんまそういう表現しない方がいい。ダウナーとかアッパーとか昨今。いや今日はね、もう本当にシンプルに、チャーしようと思って。はい。チャーをしようって言ってんの。あ、お茶ってこと？違うよ。めっちゃ笑ってんじゃんこいつ。いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、びっくりした。あの違うよ。良くない車両のやつでこの。後ろに積んでるやつ、なんかウーファーと一緒に。そうじゃないよ。ジャンピング車内みたいなのあるじゃん。茶に行こうっつってんの。あ、茶に行こう。うん。お茶ですかね。違う。いや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 。俺が茶っつったらチャーハンだろ。知らねえよ。お茶だろ、普通常識で考えたら。俺がお前茶買ってきてっつって、お茶持ってきたらぶん殴るからな。ぶん殴られるぞ、お前が逆に。チャーハン買ってこいよ。カウンターだ。いや、今日はね、ちょっとやっぱり普段お世話になってる山本さんに、最高の茶を振る舞いたいなということで。茶って言わないで。ちゃんと言って。チャーハンね。やだ。なんでだよ。そんなわけねえだろ。揉める。なんで揉めるんだよ。やだ。お前かけるチャーハン揉めるからやだ俺。揉めないよ、大丈夫。いや、チャーハン好きなのは知ってるけどさ、こだわりが強いからさ。いや、だから仲直りしてんだよ。一回この動画ね、YouTube でも上げたけど、俺がほら、チャーハン半ラーメン頼んどいて、つってお前がラーメン半チャーハン頼んで、揉めに揉めたじゃん。今聞いてもどうでもいいわ、俺。いやいや。結構1、2ヶ月今温めてたけど。そんな言い方したら再燃するよ、結局。
じゃあ今回の趣旨と反するだろ。裁判費用だって安くないんだよ。それを収めたいから今日の企画なんだろきっと。いやそうだから、まあ、手打ちというかね、うん、あうまい、うん、ラーメンだけに。いやチャーハンだけにな。いやいやラーメンの話出てきてたから。いや美味しいちょっとチャーハンのお店を見つけたのよ。え、そこに食べ行こうと。あーなるほどね。もうちょっとシンプルではありますけども、うん、じゃあ、うん、行きましょう。はい、何チャーハンが好きなの？いろいろあるじゃん。五目チャーハンとかさ、はいはいはい、五目めっちゃうまいよね。でも分かる分かる。五目チャーハンだとして、うん、一目チャーハンだったら何する？一目チャーハン？もう一個だけ。あ、はいはいはい、ご飯にもうシンプルでしょ？塩と胡椒はかかってる状態で。たまに使う、作るよそれ。一目。うん。たまに作ります。何入れる？卵。え？これだから話が合わないよ。え？絶対にチャーハンってご飯と卵はマストでしょ？いやそんなことないって。え？俺はね、うん、ナルト。え？米とナルト？ナルト入れたいんだよ俺。やっぱり気に入ってる店をラインナップ上げてみると、うんうん、ナルトがね、才能目で入ってんだよな。その米とナルトってあんま合わなくない？あーでも米に合わないかもしれないけど、うん、もう練り物が好きなんだろうな。極論。さつま揚げとかさ、マジで俺マジで練り物好きなんだよ。練りてんだよ。魚肉ソーセージとか。そうそうそう、練りてんだよ俺。なんなのマジでさ、もう下手するとさ、ステーキよりもさ、うん、ウインナーの方が好きじゃん。好き。それってさ、うん、もうさ練ってるから。誰かに細かくしてもらいたい。そう、自分で噛むのはもう、いささか疲れた。ミュージじゃんもう。うん、お土産とかでもやっぱ練り物買うもんね。買ってるこいつ。マジで。いやいいんだけどさ、バカが買ってるよと思って練り物。マジで肉とかもさ、お前ハンバーグの方が好きだもんな。あー分かる分かる。一回人が練ったやつ好きな。そう、一回練りてんだよな。そうだな。ネリーに首ったけだもん。ネリーに首ったけ俺は。どうする、一回練馬行ってからチャーハン食べ行く。いいよあの町は。馬練ってるからな。馬練ってっかな。練馬高野台なんてお前高いところの台の上で馬練ってるからな。どうでもいいんだけど別に。すごいだろ。マクロ横山は別に横山食ってないからさ。練馬春日町なんてお前春のうららかな日に馬練ってからな。最高だあの町は。練るね。練るんだよ。練り練り練りねだ。最高。来ました。うん。中華料理北京飯店さん。初めてだわ。うわー、いやー嬉しい、お前を連れてこれて。トランペット欲しがる子供じゃないんだからさ。ちょっと特別にお店の許可もらってます。はいはいはい、行きましょう。まあ今日キャッツってるけどね、うん、もう店の雰囲気がいいでしょ。店の雰囲気ここ。そうでしょ。確かに。もうお店に美味しいのがもう張り付いてますから。すごい。白飯頼んでこの辺ちょんちょんってやって食ったらもううまいからね。あんま良くないからね。うん、メニューの数もすごい上、ほら。そうなんだよね。炒め物とか最高じゃない。定食、俺これ大好きだから。見てあそこ、大盛りの横、うん、おかずってのいいね。いい、何かは分からない。何かは分からない。間違いなくおかずが出てくる。何のおかずが来るかは分からない。そうだな、うん、でもチャーハンを食べるってことは、うん、飲み物必要か。まあ飲み物は必要です。はい、よし、じゃあ頼もうかな。あ、違うな、どっかな。もうちょっとそこ、ここでいいか、うん、こうだね、うん、こんな感じかな、うん、オッケー、じゃあこれで説明する。もう映ってねえんじゃない。肉チャーハン。そもそも俺お前にかぶって映ってねえんだけど。ウーロン茶以前にお前にかぶって映ってる。よくあるよこれ。お前今何つった？お前にかぶってこの前だよ。ウーロン茶にかぶって映ってない。ウーロン茶さんだろ。なんで先輩なんだよ。そうですよ、山本さん、うん、はい、今日なんでここに呼んだかというと、うん、もらってるんですよ。もらってるお仕事。え、実は、はい、今日サントリーさんのウーロン茶のお仕事なんです。でかっでかっ。え、本当に。それなのに襟もついてねえわ。知らないもん、事前に。シミはあるわ。どこにだよ。顔にか。白髪も生えてるわ。顔に関してはお互いだろバカ。なんとなく今日ぐらいにサントリーさんが仕事くれるんじゃねえかって思わないかね、うん、思うわけねえだろ。俺たちにサントリーさん来るわけねえだろ。私もこれ聞いた時にさすがに騙されてるなと思いましただろ。はい、うん、でも本当に私めっちゃ飲んでるってのもありますし。ああ、もちろんもちろん、うん、今回はこのウーロン茶をいかに美味しく皆さんに伝えるか。なるほど、うん、うん、そのために考えたんですけど、うん、
やっぱり中華が一番合うんじゃないかと。あー、まあね、確かにね、まあ、中国のものでしょ、もともと。そう、うんうん、こう中華食べて口に広がった油とかを一回リセットしてくれる、うん、でさらにそれを奥に持ってってくれるという。うん、わかりますよ。それがウーロン茶です。うん、すごい。はい、ウーロン茶のいいとこ200。いや、はい、さっぱりしてる。遅い遅い遅い、色が素敵。遅い遅い、仕事で、よそ行くよ、仕事。 まったりとしない、すべての料理に合う。遅い遅い、ダメだダメだもうダメだ。なんでこいつサントリーさん側なの。当たり前だろお前。お前が太田プロだろお前。もうこれもらった時点で俺は太田プロ辞めたんだ。所属はサントリー。そんなわけねえだろ。サントリー所属タイムマシン3号出てくる。サントリー所属のってなんの。めっちゃかっこいいだろ。唯一芸人いるらしいよ。めっちゃかっこいい。あいつらサントリー所属だってよ。美味しいチャーハンに合わせて楽しもうじゃないかと。はいはい、はいはいはい、露骨にこっから元気出たりテンション上がるけど、そこら辺目つぶってくれよ。みんなも大人だから分かってくれるだろう。あいついつもそういうのが出てから上がるなってなってるけど、うん、そういうのはさ、みんな目つぶろうよ。いや見たぞコメントで、うん、あいつ案件って分かってからギア1個上げるような。ちょっと下一回ティッシュだけ入れとくかな。うわー、こびてこびてちょっと一回な、うわこいつ鎮座させてな。小物喉でも潤そうかな。もういいんじゃないですか。うわうまい。もうチャーハンいらない。いるだろ。シュシ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 、はい、あ、合うっていう設定で来たんだろ、ここに。しまった、おかみさんがこっち見てる。じゃあ早速、うん、チャーハン山本さん、せっかくだから、はいはいはい、オーダーしてください。え、いいですか。はい、じゃあこのスープ付き頼んでいい。うん、じゃあ一番上にあるチャーハンスープ付きお願いします。あいよー。はい、いえ、じゃなくてお願いします。しゃー、チャーハンね。チャーハン大盛りじゃなくていい。え、大盛りじゃなくていい。はい、あ、普通の盛りで大丈夫です。はい、大盛りもあるけど気にしないでください。はい、なんか動き始めてんな。何、いや、まず映していい、うん、まず映して大丈夫これ。大丈夫大丈夫。え、なんか グリーピースグリーピースちゃうね。グリーピース、違う、あよう、あよう、大丈夫これ。何がグリーピーストッピングされてない。グリーピースちゃう。違う、そうじゃない、あようじゃない、あよう。そう、突っ込まれるために一回この向こう行くの。何、手で干してグリーピースですか。あよ、いや、この手の伸ばせば離れるよ、みんな。途中で案件なくなるってことある。途中でプロモーションが外れましたって面白いな。そうだね。最初にプロモーション含みますって書いてあるのに。そうだね。いや、でも任せて。いや、いいよ、何、余計なことすんだって。いや、すいません、よくないって。失礼します。え、すいません、お借りしますね、ちゃんと手洗って。いやいやいや、どうしてんの。入った。お前の店みたいな立ち車にすんな。なあ、ちょっと今回は、うん、私、え、厨房に入らせていただいて。マジで。師匠にチャーハン作りを教えていただいて、その最高の一杯を振る舞おうという。いいんですか、師匠。はい、どうぞ。ええー、ちょっと今回そのサントリーさんのお仕事いただいて、なるほど、私の夢も叶えたいということで、このウーロン茶にお前が作ったチャーハン合わせると、はい、そういうこと。すげえ壮大な企画。さあ、バンバン注文して。いや、チャーハンしか頼めないよ、俺はもうこの流れで。チャーハン一丁。いや、誰に言って名前作るんだろ。うわー、嬉しい。すげえ。すいません、もう聖域ですから。この普段のチャンネルじゃ絶対この規模じゃ無理だね。そうでしょ。うん、これが企業力だ。すげー。見たか。すげえ。注文からやらせて、ちゃんと。さっきちゃんとやらせて。はい、いらっしゃい。はい、あ、こんにちは。こんにちは。お腹減っちゃってね、だいぶ。ああ、そう。そうなんですよ。ああ、飲んでもいいよ。何でもいいですか、注文。おう、いやー、腹減ったなー。じゃあ1個お願いします。はい、肉団子。ヒノキ受け入ります。いや、そうですね、ボケが被ってんのよ。ボケが被ね、はい、お互いボケたくなっちゃった。俺なんかボケたくちゃった、今。じゃあ改めていきますよ。はい、お願いします。チャーハンスープ付きお願いします。あいよー。じゃあすいません、一から作り方を教えてください。マジ。な、鍋の方に。鍋、はい。うわ、もう手つきがもう違うんだよ。オーケストラだと思って。あ、わかりました、すいません。はい、じゃあ1人目手ほどきしてもらって、うん、1回見ときます。1回見る。はい、わかりました。師匠の技をじゃあ1回盗んで。ここからおちゃらけなしなんで。最初からおちゃらけなんかいらねえんだよ。まず油を熱したとの卵。うわ、これは家じゃ作れねえだろうな。いい香り。うん、うん、出た米。これは米は冷えてるんですか。いや、温かい。温かいを使うんだ。へー、1杯分ぐらい。約1杯分。はい、それをマジで弟子じゃん、こいつも。すげえ。師匠の教え持ってる弟子いく。卵、米、ネギ。卵、米、ネギ、チャーシュー。そう、覚えて覚えて。うわー、結構やる。
あ、でも色味綺麗だな。めっちゃうまそう。うん、うわ、これ強火にいって、これよ、ぜひこれいけるか。鳴らして、うん、返しがむずいよな。火力強いからやっぱり。そう、うわ早いのよ。楽しい。あ、楽しい。これだよね、計らずに感覚に入れるやつ。楽しい。そう、これわかる、このお玉で入れるやつ。もう感覚ですか、味付けは。うわ、もう綺麗な色になってきた。すごい、黄金色。うわ、全然教えてくんねえ。全然教えてくんねえ。超不安だよ。おー、もろともろともろ。どうだ、うわ最高、すごい完成。うわ、え、1分2分だって今もう。ありがとうございます。うわ、完璧な仕上がり。ちょっとこれ完成だけど、うん、お前のチャーハン俺が作るから。いや俺これ食べたいよ俺もう。いやこれと最強ウーロン茶でも終わりでいいよ。黙っとけお前もう。いや任せてよ、うん、今全部覚えたから。本当に、はい、いやうまそう、これ食べたいマジで。よっしゃ、じゃあお願いしていいですか。これ油ですね。火はもう入ってますか。これいきます。まず油じゃあ作る。油は半分ぐらいですか。いや多い。多いもう怒られんだよ。早速怒られんだよ。まだ多い、まだ多い、まだ多い、こんなもん。いきます。いけ、よし、いった。はい、卵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 、お玉いっぱい。どのぐらい、卵、半分ぐらいね。はい、卵いくよ。はい、卵入りました。これスピーディングだよ。そう、いってる、チャーハン作ってる。はい、はい、ご飯、ご飯、卵いっぱい分。卵火通り始めたよ、はいはい、卵が火通り始めて、急いで急いで。そうそうそう、いよいよ。さあ、入った、米投入しました。ここからは、はい、お米をほぐしながら。はい、で次が、はい、具材、具材も手で入れちゃって大丈夫。具材一応火止めた方がいい。火止めた、火止める火止めた。はい、ネギ、ネギ、はい、ネギやりました。はい、おいよいよいよ。チャーシュー、うわうまそう。あ、でもここまではそんな工程変わるって。お前が大好きなナルト、はい、色味綺麗になった。オッケーオッケー、いいよいいよ。ここまでは音が変わんないよ。鍋振り、鍋振り、鍋振り。さあ、強火きました。一気に炒めて炒めて、そう、振れ振れ。重さどうだ。重い、重い。ご飯潰しながら、ほぐしながら、そう、夢叶ってるよ。うわー、いいよいいよ。うわー、夢の最中だよ。生きてるいいよいいよ。あ、でも翔さんの拍手入ってます。上手。さあ、そしたら、まだですか。あの、お汁の方へ。お汁の方、あ、粒の米を、米をパラパラにさせていく。うわ、こっちのお玉も重てー。あ、そうなの。ここから調味料入れていきますよね。はい、そしたら、止めましょう。まず、お塩入りました。はい。旨味調味料入りました。はい。はい、いった。お、火力強い。いいよ。で、ここに、醤油。醤油頼むよ。頼むよ。これ味決めてんだからね、今。おいおいよ。お酒。お酒。お酒。リストラサラリーマンだよ。胡椒。胡椒。芸人組。あーってほら決めやがった。え、入れすぎなんじゃないの。胡椒ねえ、お前さん決めやがったよ。関、関、大丈夫、大丈夫、大丈夫はお前が決めるもんじゃないよ。お酒、お酒。え、ちょっと俺師匠よりだいぶ時間かかってるような感じですけど、どうだ、どうですか。あ、まあ、まあ、こんなもんで、これも盛る。ここ、ここ見て、俺の見て、鍋返して乗せるから。はい、これ皿ありますか。これ、はい、これやりたい。はい、おいいよいいよいいよ、いいよ。さあこれ、来た。はい、はい、ここ皿あるよ。皿ある。はい、はいよ。はい、皿に、はい、いくよ。はい、ドーム型。はいよ、いっちゃおう、いっちゃおう。悪くない、見た目は悪くないぞ。いいぞ、いいぞ。うわー、嬉しい。チャーハンです。半チャーハン。いや、半チャーハンじゃ困るのよ。全チャーハンだから俺。うわすごい。うわー、めっちゃチャーハン。どう、ちょっと比べてみましょう。どうですか。どっちが俺の作ってるか分かんない。分かるだろう。やっぱアーチが綺麗だわ。すごいわ。すごい。でも見た目のこのつぶつぶはそんな変わらないかもしれない。どうだろう。あとは食べてみたね。食べてみてた。いや、今のところこれ作ってみてどうでしたか。まあまあ、ね、まあまあ、ありがとうございます。いい、おかみさんどうでした。最高。うわ嬉しい。あの胡椒入れた時に出た悲鳴あれなんですかね。あれ、もうあんなにいっぱい入れるのびっくりした。何年も修行してやることを3分で覚えてる。
うわーでも愛しいわー。愛しいだろ。うわーよし。ちょっとじゃ試食行ってみます。はい、ありがとうございました。さあウロンちゃんに合わせましょう。はい。ちょっとでも楽しみだな。なんか本当に2代目のあんちゃんって感じしたな。まあまだかな。よいしょ。なんかできたっぽい。あ来た。戻りました。もうそっちの人だよお前もう。芸人の要素ゼロ。あ、ありがとうございます。あ、こばちゃん。完全にバイトの兄ちゃんじゃないかもう。お疲れ様。はいはいはい。充実感すげえ。漫才の時よりいい顔してんだけど、まあちょっと我々はありがたく食べさせてもらいますよ。いや食べてよ。はい。な、食べてもらうのが一番嬉しいんだから。うるせえな口調。うん。これはどっち？これは、うん、私が作った最初のチャーハンです。はいはいはい。はい。わかりました。こっちはですね、おうおうおう、あの師匠に作ってもらった。うん、これ私食べたいと思います。あ、いやいや、お前こっち来る。自分で作った味見してないでしょ、まだ。誰かのために作る料理が一番うまいんだってよ。よくわかんないけど、チャーハンだって。ウーロン茶もそう、飲んでもらう人のために作ってくって。あんまり荒げない方がいいよ、声。人のお店で。あ、でも形違うな、やっぱり。違う。うん。比べるとわかるね。比べるとわかるけど、でも武骨な感じがして。うん。なんかちょっと色濃い気すんな、こっち。それはやっぱりあの、うん、胡椒を入れた時、おかみさんが姫チャーハンだから、そっち。いいですか、いただいて。ちょっと食べましょう。はい、すぐいただきますね。おい。あ、でもなんかスプーン入れた感じでパラパラしてるよ。うわもう全然いいよ。いただきます。はい。あ、おいしい。あ、うまいうまいうまい。うまい、めっちゃおいしい。うん。あ、おいしいおいしい。あの、チャーハンありません。いい、めっちゃ、いや、誰に言ってんの。誰に言ってんの。チャーハンおいしいです。勝手な売り込みしないでください。いや、あの味チャーハンやってます。違う違う違う、余計なもんしないで。胡椒入れすぎチャーハン。入れすぎチャーハンなんてお前がな、はい、控えればいいだけだから。これ比べてないからか分かんないけど、うん、めっちゃ火通ってるよ。そうでしょ。パラッパラしてて、うん、味が濃ければ濃いほど、うん、この後のウーロン茶がいきますから。なるほど。合わせて。え、めっちゃ美味しいわ。いっちゃって。いただきます。はい。あー、さっぱり。あー、美味しい。うん。どうですか、この口の中油で広がったものをこのさっぱりしたウロン茶に流し込む。最高ですよ。最高でしょう。めっちゃ美味しい。じゃあ私も最高最高。すいません、いただきます。うん、うん、うわうまっ。さあこの大根のチャーハンを最高のウロン茶で、うん、うんうん、ああ、うん、最高。もう全部揃った欲しいものは。いやー、いいね。ここからは俺は余生だ。いや、まだまだ現役だろ。いやー、もう終わったピークは。あ、美味しい。すごいすっきりしてる。めっちゃ美味しい。うわ、最高。うんうんうん。ちょっと俺のも行ってみるかな。あー、俺も逆にそっち行ってみたいわ。自分で作っちゃうかんね。うん。火が通り過ぎてる。いやいや、細入りすぎ。うん。最後喉にちょっと残る。うん。うろん茶はうめえ。うろん茶うめえな。うろん茶うめえ。うん、うわ、めっちゃ合う。うん、ちょっとそっち食べたい俺でも。わかるよ。うん、食べたいよな。一瞬すんなよ、わかるよで。うん、いや、そっち行きたいな俺。わかるよ。俺嫌なのよ、師匠の作ったチャーハンおかずにお前の食うの嫌なのよ。なんかそうなったらしょっぱく感じてたら俺のチャーハンがだんだん。やっぱ違うよ。違う気がする。そう思って、うん、ちょっともう一回作らしまったんだ。え、なに。お待たせ。あ、美味しい。はい、うい、なに、関チャーハン2号だ。いいよ、もういいって。俺はこっち食いてんだって。楽しすぎて、うん、撮影と関係ないとこでもう一回作らせてもらった、うん、色にばらつきがあるじゃないかもう。なあ、ダメなんだ、1回目と2回目でばらつきがあっちゃう。いただきますよ、じゃあ。味薄っ。なに、え、味薄いよ。なんか俺さっきちょろっと聞いたんだけど、おかみさんが醤油入れないでごま油入れてたって。そのごま油でちょっと油っぽくなったの、うん、そういうこと。ウロちゃんが流し込めばいいのさ。そういうことだ。最高さ。ちょっとこっち食べさせてもらっていいですか。え、そっち食べさせてもらっていいですか。これだわ。これだ。そうだよ。めっちゃ美味しい。うまいよな。めっちゃ美味しい。味の統一性がすごい。うん、師匠ちょっとこっち側手つけてないんでしょ。もしよかったらちょっと。ちょっと薄いですよね。おかみさん教えて。あ、ごま油で強すぎですよね。そんなお二人もぜひこちら飲んでいただいて。はいはいはい、はい、どうぞどうぞ。山本、はい、
俺らが言うより全然になってるからね。あでも言っても白さんだから美味しい感想で言えないだろ。お味どうでしょうか。美味しいです。ちょっと待ってくれ、完璧じゃないか、おかみさん。少なくとも、俺よりはうまいよ。お前よりはうまいよ。俺より全然上手よ。多分、サントリーさんから次も仕事来ると思いますけど、はい、僕らの仕事、多分そちらに行くと思いますけど、次サントリー紹介したら面白いね。いや、面白いな。あれ、あの時のご夫婦が。ここでキャンペーンのお知らせです。なんだこれ。どんなキャンペーンをやるんだい。今回応募してくれた方にこちらのサンプルをプレゼントします。実際この大きさなんだって。うわー。いい加減にしろよ。いい加減にしろよ。何やってんだずっと。はいはいはい、なんで逆切れなんだお前。なんすか、おい、なんで2人使って変なアテレコなんかして。なんすか、なんだってキャンペーンで。いや、いいってもうお前が言えや。もう今回、ちょっとイベントのキャンペーンで、こちら当たるんですよ。え、何が、これが食品サンプルなんだけど。パネルが当たるってこと。違う、実際この大きさの、え、この食品サンプルが当たるの。え、で、春ぐらいからずっとオーディションやって、たまたまこの2人がキャンペーンボーイになったので。嘘でしょ。え、勝ち抜いたんすか。そう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 。あ、激戦の中。そう、たまたまよ。すごっ。なんでちょっと2人からっていうのもあって。あ、そうなんですか。ぜひ皆さんもこちら参加していただいて、はい、あとこちらウーロン茶も当たるんですか。あ、そうなんですか。いや、お前がキャンペーンしろや。ぜひ皆さん、はい、こちらウーロン茶もそうですし、こちら食品サンプルもそうですし、こちらのお店にも来ていただきたいと思います。はい、はい、本当に美味しいチャーハン、ごちそうさまでした。ありがとうございました。